EG ネガティブ V2 を添えて海王権3倍だ。うん、こんにちは、ロビンです。テルルだよ。そのお手軽さと効果の高さから人気のネガティブエンベッド EG ネガティブにバージョン2が登場しました。え、あの EG ネガティブにってなんだっけそれ。こうやってネガティブプロンプトに EG ネガティブと記述してやるだけで、お手軽にクオリティがアップする魔法みたいな学習ファイルです。テキスチャルインバージョンの一つだったね。作者は人気のアニメ系モデルカウンターフェイトと同じ方なのですが、カウンターフェイト V3 のリリースに伴い、さりげなく EG ネガティブ V2 も投稿されてました。 V2 っていうくらいだから進化版なんでしょう。もう標準装備と言っていいくらい常用してるエンベッドなので気になっちゃいますね。そこで今日はこの新しいカウンターフェイトと EG ネガティブについて全バージョンとどう違うのか比較してみたいと思います。まずファイルの入手方法なのですが、ハギングフェイスにアクセスして検索窓にカウンターフェイトと入力すると 3.0 が候補に出てくるのでクリック。するとその先のファイル一覧からカウンターフェイト V3 と EG ネガティブ V2 が落とせます。入手方法は簡単だね。共にバージョンが上がっていますが、モデルや学習ファイルは必ずしも新しいものが上位互換というわけではないので注意してください。作者も旧バージョンとは感じ方が異なると書いてますし、 EG ネガティブに関しても旧バージョンと明白な差はないそうです。本当にそうなのか。良い機会なので XYZ プロットを使って比較してみましょう。 XYZ プロット、 XYZ プロットは 11.11 に標準搭載されている機能で、生成に関する設定値を変更したらどうなるかを比較検討するのに役立つ機能です。 T2i 画面でプロンプトに適当にテンプレ呪文を入力してカウンターフェイト V3 と旧バージョンの 2.5 で比較してみます。メソッドやステップは無難な値とし、ハイレゾ2倍をかけています。一番下のスクリプトをクリックして XYZ プロットを選択します。一番上の X タイプにチェックポイントネームを選択します。右のバリューズにカウンターフェイト V3 と 2.5 を選択します。これで1回の生成でモデルを V3 と 2.5 に切り替えて出力できます。同一設定値を用いてモデルの比較ができるわけですね。これでジェネレートしてみるとこのようなグリッド画像が生成されます。同一設定値で左が 2.5、 右が V3 で生成した結果の比較画像だね。次に同時に EG ネガティブの比較もやってしまいましょう。XYZ プロットの Y タイプにプロンプトサーチ&リプレイスを選択します。サーチ&リプレイスの名の通り、プロンプトから特定の文字列を探し出し置き換えて比較してくれる機能です。ネガティブプロンプトに EG ネガティブを記述しているので、これを EG ネガティブ V2 に置き換えてもらいます。 Y バリューズにこのように記述します。先頭に書いてある文字列をプロンプトの中から探し出して、それをカンマで区切った次の文字列に置き換えてくれます。ここでは EG ネガティブ無印を EG ネガティブ V2 に置換してそれぞれ生成するという意味になります。これで生成してみます。変数が増えたので4枚のグリッドになりましたね。これでモデルとエンベッドを切り替えた時の比較が同時にできます。これで少しずつプロンプトを変えながら100枚程度出力して目視で比較してみます。まずカウンターフェイト V3 と旧バージョンの 2.5 の比較についてなのですが、結論を先に言うとこの2つのモデルは全くの別物です。V3 の大きな特徴は、特にプロンプトによる指定がない場合、人物像がポートレートになりがちなのと、全体的に背景に空色成分が入りやすいです。なんかパステル系というか最近流行りのビビッドな色使いだね。またカウンターフェイトの特徴であった背景の情報量は明らかに薄味になっているので、人物画像の生成に特化した全く別物と捉えた方が良さそうです。単純なバージョンアップとは言えない。これがモデル選びの難しいところですね。次に EG ネガティブ V2 に関してなのですが、こちらも別物と考えた方が良さそうです。え、これも特徴を端的に言うと、背景の情報量に関しては無印よりも明らかに豊かになります。影や水面、雲の質感など、ところどころにブルーグレーの影が入ってディテールが増しているように感じます。全体的に陰影にメリハリがついてますね。 EG ネガティブ V2 は青みが強いカウンターフェイト V3 で訓練されたエンベッドです。青みを指すことによってより豊かに見せている、そんな印象を受けます。は
背景や風景画像を生成するなら V2 を使うといいね。ただしこれはステーブルディフュージョンの宿命なのですが、背景の解像度が上がると人物の解像度が下がる傾向にあります。この画像だと地面や建屋の壁は V2 の方がより書き込まれていますが、代わりに人物は甘くなっています。フルボディの人物画像を生成したい場合は旧無印版を使うと良いでしょう。また V2 は青みが強いので、ポートレートで使用すると髪や服の影がブルーグレーに引っ張られます。髪や服装の影が青くなっているのがわかると思います。このように EG ネガティブ V2 は独特な質感になるので、その癖を理解した上で使用した方が良いでしょう。こうしてみるとカウンターフェイト V3 でかつポートレートを生成する場合は EG ネガティブ V2 を使った方が明るくて綺麗だね。まとめです。今回カウンターフェイト V3 と 2.5 EG ネガティブ V2 と無印とを比較してみたわけですが、共に旧バージョンとは大きく質感が異なることが分かりました。カウンターフェイトはパステル系のモデルに進化して、 EG ネガティブは若干青みが強い独特なエンベッドになりました。 EG ネガティブについて私の感想ですが、風景や背景を生成したいなら V2 を使うことで澄んだ空気感が得られるでしょう。人物を生成したいのなら暖色よりか寒色よりか好みで使い分けると良いかと思います。この辺はモデルや VA、アップスケーラーや高精細化する拡張機能でも印象が変わるので、いろいろ試してみてね。今回の比較結果のように、更新版を歌っているモデルや学習ファイルでも、必ずしも同じ質感を保っているとは言えない場合があるので、自分の目で試してみることが大事ですね。機能をうまく使って自分のお気に入りを見つけてみてね。今回はこのあたりで、また来週。いっぱい飯食えよ。